もしサプライチェーンの,あのエクスパートになりたいというのであれば、学校の勉強はもちろんですけども、特に数学かな数学関係を頑張ればいいかなと思います。どの分野にせよ計算をしなければいけないのは必ずありますので、あの、まずは数学をお勉強して、あの、自分の得意分野であるように発揮して、そしたらあの、データを作ったりとか、グラフを作ったりとか、そういうことをするのが、あの、 容易にできるようになると思うので、そちらのお勉強をまず頑張ったらいいのかなと思います。あとは、あの、お勉強に限らずとも、例えば夏休みとか冬休みとか、そういうお休みを通して、例えばボランティアのお仕事をするとか、課外活動ですね。そういうところを通しても、あの、いつも学校の中では見えないような人と出会ったり、社会がどういうふうに動いているのかとか、そういうことを、あの、勉強するいい機会になりますので、 そういうチャンスがあったらぜひ活かしてもらいたいなとは思います。